本日は脳神経細胞ニューロンの秘密ということでお話しします。ウィキペディアによると、神経細胞ニューロンは神経系を構成する細胞で、その機能は情報処理と情報伝達に特化しており、動物に特有であるという。中部学院大学の三上先生によると、脳の複雑な働きは神経細胞によります。神経細胞は細胞の一種ですから、他の細胞と同様、細胞膜に包まれ、核ミトコンドリアリソソームなどの細胞小器官を持っています。神経細胞はその他に情報処理装置としての特徴を備えています。形から見た特徴は、情報を、受け取る突起、樹状突起と情報を送り出す突起ですね、軸索を持つ点です。樹状突起はしばしば、細胞体から複数出て、さらに枝分かれしています。一方、軸索は細胞から出るときは1本で、細胞のから出た後で、側枝を出します。軸索の末端付近ではさらに多くの枝分かれ、終末側枝があります。神経細胞の軸索は神経繊維とも呼ばれます。神経細胞の情報処理装置としての機能になっているのは、電気信号を発生し、その信号を伝える仕組みです。ね。で、左の方にあるのが、ね、細胞体ですね。この細胞体のところに、他の細胞の、シナプスですね。結合してますね、これね。で、そこが、統合。それからその次にスパイクを、発射、伝導、それから伝達物質の放出ということですね。で、これミエリンさやって、軸索のところはずっと、絶縁体が巻きついてます。神経細胞の模式図、この図は有髄繊維を持つ神経細胞を模式的に表している。軸索周辺に、絶縁物質、リン脂肪ですね。で、脳構造のですね、60%はね、脂肪なんですよね。で、それである、ミエリンさやが一定の間隔で、隙間を形成しながら密に、巻きついてます。神経細胞数なんですよね。これが大脳は100億なんですがね、小脳はね、もっとすごくて1000億、脊髄は10億あります。神経繊維の電気信号発生は、ニューロンを取り巻く膜の内側と外側に存在するイオンのアンバランスにありますということね。で、細胞の内側にはカリウムイオンが多く、外側にはナトリウムイオンと、塩素イオンですね。塩水ですね。塩水ですね。海と一緒です。カリウムとナトリウムはプラスのイオンで、塩素はマイナスのイオンです。細胞の内側にはマイナスに帯電したタンパクが集まり、細胞が静止状態の時、膜の内側は外側に対しマイナス数十ミリボルトの電位差を保ち、これを静止電位と呼びます。このアンバランスなイオン分布を維持するために、ニューロンはエネルギーを使ってナトリウムを細胞内に組み出し、カリウムを細胞外に組み出し、カリウムを細胞内に組み入れる仕組みを持っています。信号が神経繊維を、軸索を通って伝えられるとき、まず、細胞体の膜の電位がほんの一瞬プラスに逆転します。電位逆転のきっかけは、他の神経細胞から信号を受け取った結果、引き起こされることや、外界からの物理的、化学的刺激によることもあります。この膜の1ミリ秒以下の電位逆転を活動電位、インパルスと呼びます。この電位逆転は、細胞の外からの急激なナトリウム流入と、それに続くカリウムの流出によって起きたものです。インパルスの大きさは常に一定です。また、このインパルスが近傍の神経繊維の膜の電位に電気的な変化を引き起こし、この膜の電位の変化が決められた値を超えることにより、次々とインパルスが発生し、細胞体から遠ざかる方向へ伝わっていきます。軸索の末端には他の神経細胞との細胞体に接合するシナプスと呼ばれる接合部位があります。シグナルを伝える方の細胞ですね、シナプス前部細胞、伝えられる方の細胞をシナプス後部細胞と言います。ということで、これが、シナプスですね。
で、上の方がシナプス前部で、下がシナプス後部と言って、で、伝える方にはシナプス、ね、小胞、この中に神経伝達物質が入っていて、これがあの 下の細胞に発射されて、受容体というのがありますね。ここで受け取っております。軸索のシナプス前部からシナプス後部細胞の樹状突起に情報が伝えられるということですね。シナプス前部細胞と後部細胞の間にはシナプス間隙ね、20ナノメートルがあり、情報細胞伝達の場を形成している。神経伝達物質を含んだシナプス小胞50ナノメートルがシナプス前部末端内には集積しており、シナプス小胞はアクティブゾーンの細胞膜と融合し、内在する神経伝達物質を放出します。つまり重要なのは、ここで電気的に伝達されてきた信号は一旦化学信号ですね、神経伝達物質の放出受容体での受け取りということになって、再度電気信号になります。なぜそのようなことをするのでしょうか。それはシナプスこそが記憶学習のために必要な可塑性の場だからです。シナプス前部細胞と後部細胞は共に高頻度で連続的に信号インパルスが発生すると、受容体のが増えるんですね。受容体の増加により伝達効率が増加、ね、長期増強って言ってね。また逆に低頻度により受容体減少による伝達効率の低下、ね、長期抑圧が起きます。これを応用したのは AI のディープラーニングに用いる多層人工ニューラルネットワークの、重み付けですね。下の図のね、 W ってやつですね。隠れ層が2層以上のニューラルネットワークをディープラーニングって呼びます、ね、これニューラルネットワークの構造ですね、はい、この線で結ばれているところに W って書いてあるのは重み付けですね。ちなみにディープラーニングの内部で働くパラメータが多くて、大量複雑なデータを人間の直感につなげることの困難さにあり、今のところ人間には AI の考えが分かりませんということですね。以上です。